皆さんこんにちは、水越美里です。はい、本日はですね、ビセの2023年秋冬新作コスメレビューということでやっていきたいと思います。11月16日発売の新作のアイテムと、あと限定のアイテムがあるので、そちらをですね全部紹介していきたいと思います。まあビセって言うと本当にもうコスメがバズりまくるような大人気のブランドなので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、それでは早速スタート。はい、それでは一つ目の商品がこちら、ビセのニュアンスデューイクリエイターです。以前発売して話題にもなったニュアンスマットクリエイターというアイシャドウのパール入りでツヤのタイプが今回発売になります。このアイシャドウの最大の特徴、見ての通り一般的なアイシャドウにはある色同士の仕切りがないんですよね。一つの容器にまとめて4色が入っています。もちろん1色ずつ塗ってもいいですし、パレット上でアイシャドウ同士をまたいで混ぜてからまぶたに塗ってもいいし、しかもその混ぜ方ですね、例えば4色混ぜるにしてもこういう混ぜ方をするのか、こういう混ぜ方をするのか、またまたここだけ混ぜるのかとか、こういう3色で混ぜるのかとか、本当にね塗り方のバリエーションがめちゃくちゃたくさんあるアイシャドウパレットになってます。自分だけの発色みたいなのを作り出すこともできるし、それでかつね塗り方もまぶたの上で変えればもっといろんなパターンが出てくるので、本当に楽しめる無限大の可能性を秘めたパレットです。まずテクスチャーからご紹介していく今代表でお見せしているのが PK3 番のノーブルピンクというカラーです。ちょっとここのカラーだけ撮ってみます。触った感じはですね、結構しっとり感があってパサッとしてないです。でもクリームだったりとかバームみたいなすっごいしっとりしてるわけでもないので、本当に扱いやすいような感じです。でまたですね、軽い質感のオイルが配合されているので、肌の上にもこんな感じでスルッとね密着してくれます。ツヤめき感をご覧いただきたいです。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。面でつるっとつやめいてくれるような、そんな見え方をしています。まさにミナモシャドウですね。で処方的にもですね、ライトリフレクションパウダーっていうちょっとこう平たいパールを配合しているらしいです。それによってさっきお見せしたように、どの角度から見ても繊細につやめいてくれるような、そんな特徴があります。かつクリアパウダーっていうものを配合していて、今回のこのアイシャドウって、まあ、前回もそうだったんですけど、混ぜることを想定して作られているアイテムです。なので混ぜても色が濁らないように、そういった透明度の高いパウダーを配合しているっていうことでした。ではざっとまずパレットで見たこのカラーとスウォッチをバババッと5色紹介していきます。1つ目が BE-1 カームベージュです。ちなみになんですけれども、全色ですねここに配合されているカラー、左上のカラーですね、こちらがスキンブライトカラーといって、他の3色よりも光を反射するパウダーの配合量がちょっと多いらしいです。一番最初にくすみを取るのに使うのがおすすめっていうことでした。まあ使いやすそうなちょっと黄身っぽさ、オレンジっぽさのあるベージュカラーになっています。次が BE2 番のグレイスベージュです。ちょっとグレーがかったベージュなんですが、手に出してみるとですね、まあ、この辺り透明感のあるピンクがかった印象だったりとか、ピュアさもしっかりと出るグレージュになっています。そしてツヤ感がすっごく魅力的ですね。やっぱり可愛いです。はい、そして先ほどもお見せした PK の3番です。ノーブルピンクですね。結構これもね柔らかさを感じるピンク系で、すごく可愛らしいカラーです。この上の2つ割と透明感が強いので、やっぱり重ね塗りすると印象がまたいろいろ出そうですね。はい、そして OR4 番イノセントオレンジです。オレンジ系カラーではあるんですが、オレンジがですね強すぎる感じではないので、結構これは使いやすいと思います。ここのカラーとかで落ち着き感が出せるような、そんな感じですね。はい、そして GY5 番のアーバングレーです。グレーと名がついているんですが、ちょっとここ深いカーキっぽくオリーブっぽくも見えますよね。手に出してみるとこんな感じになります。そんなにパレット上で見るよりもより落ち着いていて、結構ね使いやすく感じるカラーですね。ここら辺は明るいけど、ここら辺は落ち着いていて、またそのバランスも取りやすいのかなと思います。
という感じの5色展開になるんですけれども、8色自体はですね、ニュアンスマットクリエイターの時にもそうだったんですけれども、ちょっと透け感があるカラーなんですよ。色は乗るけどすごく強く色が出るっていう感じではなく、めちゃくちゃ上品なので使いやすいです。カラー展開自体もですね、結構ベーシックな感じなので、どのカラーであっても日常だったりとか普段メイクに落とし込みやすいような、そんなカラー展開になってます。では早速1色ずつちょっと塗りながらご紹介していきますね。箱の裏にも書いてあるような1色ずつベーシックに塗る方法を固めにやって、もう片方はちょっといろいろ考えながら塗っていきたいと思います。ではまず1番からいきます。最初は箱の裏の塗り方ですね。左上のスキンブライトカラー、これをまぶたの全体に使う。結構これを塗っておくことでくすみを払ってくれて、後から使うカラーをより魅力に見せてくれるっていうことでした。次は右上のカラーをちょっと先ほどよりも狭めのアイホールの全体に広げていきます。この時点でもアイシャドウに透け感があるので全然濁ってないのが分かりますかね。めちゃめちゃ綺麗です。上品な透け感を保ってくれています。下まぶたにも同じ色でいっちゃいます。そして左下のカラーを先ほどより少し狭めの、まあ半分ぐらいの位置に重ねていきます。結構ね、私この1番のカラーが好きで、めっちゃ可愛く仕上がるし、使ってる時もあったんですけど、こっそり動画でどこのですかっていうご質問をいただいていた気がします。ショート動画だったかな、確か。右下のカラーはチップで細めにキワキワに入れて完成です。めっちゃ可愛いですね。ベーシックな塗り方でももう本当に満足しちゃうぐらい可愛い。すごく使いやすいんじゃないかなと思います。でもちょっと一旦ね、こっち別の塗り方やってみます。せっかくなので混ぜたいところではありますが、まずここのカラーからね全体塗ります。ここをちょっと混ぜようかなと思います。これをですね一気に広げちゃう。で、濃い色も混ぜちゃいます。で、目尻から、はい、両目とも仕上がりました。いかがでしょうか。同じパレットなので雰囲気はすごく近いんですが、こちら側はね、もう少し発色しっかりめな感じ仕上がっているかなと思います。離れてみるとこんな感じです。色自体は結構明るめな印象があるので、ダークな感じにはならないんですけど、でも発色もしてくれるのでちゃんとメイク感も出る。すっぴんに見えすぎないような程よい色の出方をしてくれるのがこの B1 番かなと思います。ベージュっていう名前はついているんですけど、ブラウンっぽくも見えるような感じ、温かみのあるような黄身っぽいオレンジっぽいような印象も伝わるカラーになってます。ちょっとこんな感じで全色紹介していきますね。はい、 BE の2番をまず記載通りの塗り方で塗ってみました。こんな感じです。めちゃくちゃお上品ですね。グレーがかったベージュっていうのはパレットで見た通りなんですけど、それだけじゃなくふんわりとピンクのニュアンスがかかってます。なのでこのグレーのすっきり感とピンクのピュアさがちょうどいい感じに混ざり合うような、そんなカラーですね。サイドはそんなに高くないので印象はね結構落ち着いた感じ出しやすいと思います。では変えた塗り方でやってみますね。まずは左上をまた同様に全体に塗ります。で、右上のピンクカラーはまず一旦これもね同様に割と全体にふわっと広げます。この色がね可愛いんですよ。すごく結構しっかりめに重ねます。こちらのカラーが多くなるようにこっちと混ぜます。こんな感じでシャッシャッと、それを目頭側からふわーっと入れて、目尻にもふわっと入れて、真ん中は開けて塗ります。こことここを混ぜて下まぶたに塗ります。はい、こちら側も塗れました。いかがでしょうか。両目とも同じカラーでちょっと違う塗り方で仕上げています。締め色のカラーを結構際にこっち引いてるんですけど、こちらはふわっと濃くなりすぎないようにして入れているのがポイントですね。締まり感はあるけどギュンとしてない感じ、ふわっとした感じにしてます。目元の陰影感をやんわりと出せるカラーになっているので、結構ねナチュラルな感じに仕上がります。あとカラー的にそんなにこう色味バンって出ないので、この
から割とツヤがね楽しみやすくて、質感でより綺麗に見えるようなそんなパレットだなと思いました。カラーの系統としてはちょっとグレーっぽさがあるような落ち着いたベージュになってます。ほんのりピンク感を感じます。それでは PK の3番いきます。まずこれがベーシックな仕上げ方です。これもねまた可愛いちょっとピンク系なんですけど、トータル的に見ると割と柔らかさがしっかりと出るピンクかなと思います。下の方のカラーちょっと赤っぽいピンクの印象がしっかりと出るような、肌にもとても馴染みやすかったです。ではまたオリジナルの塗り方をやっていきます。左上を共通で全体にのせます。で次はここをね混ぜちゃいますね。ふわーっと全体に入れます。次はここの単体、少し狭めに入れます。下まぶたはこことここの混ぜでいきます。で最後はここの混ぜで際に入れます。はい、仕上がりました。より柔らかさのあるちょっとピンクカラーになったかなと思います。こちら側の仕上がりってここのカラーとここのカラーのちょっとコントラストが効いていて、少しねピンクが際立ちやすい感じだったんですよ。でもいろいろ混ぜながら使うことによって、よりまぶたに溶け込みながらピンクが出るようなグラデーションがより緩やかになっているような感じになったかなと思います。自然になりやすかったですかね、こちらの仕上がりは。使ってる色の数や色自体は一緒なので、仕上がりの印象離れた時にはすごく似ているんですけど、よりなんか馴染みやすくなっているかなと思うので、こういった感じで絶妙に混ぜるのもすごく面白いんじゃないかなと思ってます。結構ふんわり感のある柔らかピンクになっています。では次が OR4 番いきます。オレンジ系ですね。同じ塗り方の方がこんな感じです。最初にも言った通りオレンジ感がね意外とマイルドなんですよね。これなら使いやすいかもって思った方も多いんじゃないでしょうか。すっきり感のある強すぎないオレンジになってます。なのですごく使いやすいです。ではまたこちら側、最初の色を全体にのせた後で、今回はですねちょっとまた違うのに挑戦したいので全部いきます。ぐるっと混ぜていきますね。もう一気にふわっと塗っちゃいます。オレンジから始まってオレンジで終わるような感じでぐるりと取ったものを今塗っています。はい、塗れました。いかがでしょうか。これはですね割と仕上がりに差が出ているんじゃないかなと思います。こっちの方がですねちょっと色がしっかりめでオレンジ感も強めに出ていますね。で理由としてはやっぱりこのオレンジの部分をぐるっと回って2回取ってるんですよ。最初にまず着地した時にチップについて、ぐるっと戻ってきた時にまたついてるので、そういったように混ぜ取るスタートの位置だったりとか終わりの位置でもこんな風に色を出せるのかどうかも変わってくるので面白いですよね。私はねこっちの仕上がりの方が好きですね。でもオレンジやっぱそんな強くはちょっといらないかもっていう方はこういう風に1色ずつとか塗ってもいいし、いろいろ挑戦してみてほしいです。でぐるっと取ってバッと塗るとすごく早いので時短にもなりますね。はい、では最後 GY5 番アーバングレーいきます。こんな感じです。これはですね結構くすみしっかりあるような、もう本当にグレー感強い仕上がりになりました。結構ですねかっこよくてキリッとした感じが出るカラーになっています。ではもう片方も塗っていきます。まずは同様に左上のカラーを全体に広げて、またぐるっと取っていこうと思うのでこんな感じでいっちゃいます。それをふわーっと広げます。でその後で例えばこう部分的に濃いカラーを取ってよりこう締め感を出すために目尻に使ったりも OK です。はい、仕上がりました。こんな感じです。いかがでしょうか。どっちもねすごく魅力的で素敵なんですけど、こちら側の方がグレーのかっこよさがしっかりと出てる感じで、こちらは混ぜることによってそのグレー感がちょっと中和されてるようなそんな印象があります。多分これはもう使う人によるので、これぐらいしっかりグレーが出てる方がいいっていう方もいると思うし、私とかだとこれぐらい中和されてちょっとなんかマイルドになっている方が似合う気がしますね。こんな風にね大胆に混ぜることができるからこそ実現できる仕上がりでもあると思うので、一見
自分にとってちょっと難しいかもみたいな感じになるカラーでも混ぜ方によって似合わせられちゃうっていう、そんな魅力のあるアイシャドウだと思います。個人的にはね、こっちがかなりいい感じの気がする。はい、ということで全色を紹介し終わりました。ちょっとねまとめて並べてみるとこんな感じです。全部いいですけどね、個人的にはやっぱ一番最初に使った BE の1番が好みで言うと好きかなと思いました。どのカラーもですね、このまま時間が経っても本当に発色変わりにくくてくすみにくいですし、ずっとつけてた時もあったんですけど二重葉に溜まってきたりもしなかったので、汗や皮脂でもよれにくくいてくれるかなと思います。本当に日常に取り入れやすいカラーなので、ぜひ皆さんも試してみてください。ではここからはですね、ちょっとまた他のアイテム発売しているので紹介していきます。はい、ということで次がこちら、ヴィセのニュアンスマットクリエイターに限定色が2色登場しています。先ほど紹介したのがツヤタイプでパールが入っているものだったんですが、もともとノンパールでこうマット質感なものが発売しているんですね。それに限定色が登場しています。なのでこんな感じでマットなんですけれども、質感もねすごく柔らかくってふわっとしたマットになってます。まずこちらが GR の6番のモードカーキ、そして PU 7番のクラシカルモーブです。既存のカラーはですね、日常でも使いやすいような結構ベーシックなカラー展開なんですが、今回の限定色はですね2023年秋冬のトレンドカラーを考慮して作られているので、結構ね華やかさもあるカラー展開になってます。まずはねこのおしゃれな GR 6番のモードカーキは手に出すとこんな感じになってます。質感がね結構透けている感じがあって強すぎないので使いやすいんですけど、結構ねここのカーキもしっかり主張しているようなそんなパレットです。はい、 PU 7番はこんな発色です。こちらもねちょっとこの紫の落ち着いた感じと明るい感じとが混ざり合うような、でも統一感もあるようなそんなパレットになっています。ではこれもですね、もうぐるっといっちゃいますね。こんな感じで仕上げていきたいと思います。Z に取る方法もあったと思うので、これはこういう感じでいってみます。では塗っていきます。これも可愛いですね。はい、仕上がりました。可愛いのはもう可愛いんですけど、実はもう一つ追加でこのままの勢いで紹介したいものがあって、それがこちらです。ヴィセのカラーアクセントマスカラです。これもね限定アイテムになるんですけれども、カラーのマスカラです。色がまた特徴的でホワイトとモーブになっています。こちらですね、お湯で落ちるマスカラなんですが、なんといっても特徴がですねかなり高発色です。こんな感じです。ホワイトとモーブで、ホワイトがすごいちゃんと白なんですよね。これそれぞれこっち側ホワイト、こっち側がモーブで合わせるのがおすすめっていうことなので、ちょっとこのまま塗っていきたいと思います。モーブはですねこのままちょっともう全体に塗ってみますね。全体に塗ってしっかり大胆に発色させるのもいいですし、毛先だけに使って単体でちょっとアクセントにするのも、どちらもね使い方としてはおすすめなので、こっちは全体、ホワイトは毛先使いでいきたいと思います。お、でも色可愛いですねこれ。はい、まずはモーブ塗れました。こんな感じです。今回のこちらのカラーは割と発色しやすいタイプで、この紫っぽさ結構わかりやすいですね。例えば今こちら黒塗ってるんですけど、比べると全然違うと思います。やっぱりそれくらい色はわかりやすいです。でもまつげの存在感が消えるカラーではないので、ちゃんとねパッチリ感も出ますね。このアイシャドウともねすごくやっぱりバッチリで、色がモーブっぽさで統一感が取れてとってもおしゃれです。ではホワイトは目尻の毛先だけちょっとアクセントで使っていきます。はい、いかがでしょうか。可愛いですよね。私も結構これいろいろ試行錯誤して、どういう風に塗ったら一番可愛いのかなって考えたんですけど、目尻のところ全体に真っ白にするんじゃなくて、本当に毛先の方に少しつける、でしかもいきなり白ってなるんじゃなくて、ちょっとねグラデーションっぽくなるように、ここは少し、本当に少し、ここはしっかり身につけるみたいな感じで使うと、すごく綺麗にアクセントになってくれて可愛いです。で私も使うまでは
白いカラーマスカラってどうかなって思ってたんですけど、こんな感じでちょっとつけるぐらいだと結構ねおしゃれだし、いつもと違ってまたいいなと思いました。アイシャドウと一緒にこのマスカラもねぜひ組み合わせてやってみてほしいなと思います。推しカラーが白だよとかちょっと紫系だよっていう方は、こういう細かいところまで推しの色に染まるのもいいのかななんて思ったりしました。仕上がりとしてすごく可愛いのもありますが、そういった目線でもね結構気になる方がいるんじゃないかなって思ってます。それでは最後のアイテムです。こちら見覚えのある方もいらっしゃると思います。ヴィセのエッセンスリッププランパーに新色が登場します。こちらのねめちゃめちゃ話題になってもう品切れになったりもしていたエッセンスリッププランパー、こちらの商品の新しいカラーです。せっかくなのでちょっと両方カラーをお見せするとですね、既存の方ってほとんど色ないぐらいの感じだったんですけれども、結構しっかり色がね今回ついてて、一色で唇可愛くなれちゃうようなそんなアイテムです。これがまず既存のカラーです。うっすら薄いピンク色ついてるんですけど、塗るとほとんど透明になるような感じで、比べてこちらの今回登場するカラーは結構ねしっかりと血色感のあるピンクベージュになっています。で実は今日ずっとこのリップを塗っていたんですけれども、特徴としては結構塗るとちょっとピリピリした感じがある、でそして唇をプランプアップして見せてくれるようなそんなアイテムです。なので何かの上から塗ってもいいんですけど、今回のカラーは一色で色が出るのでちょっとそのまま塗ってみます。いきますね。とは言ってもですねチュルンとしていて色に透け感があるので、そんなに強い色ではなくすごく自然な感じのカラーです。上がすっぴんで下が塗ったカラーです。自然に血色よく見せてくれる感じですよね。はい、こんな感じです。いかがでしょうか。めちゃめちゃ可愛いし、やっぱりプルプルになるんですよね。で塗った瞬間はそんなにまだ何もないんですけど、少しするとねだんだんもう始まってきました。スーッとしてきてちょっとピリピリしてきて、痛いとかではないんですけど、リッププランパー特有のちょっとスースー感があります。で私結構このスースーが好きなので、あんまりなんだろう何も思わないんですけど、全く感じないってよりは割としっかりとスーッとする感じはあるかなと思います。はい、ということで本日はヴィセの2023年秋冬新作発売のコスメを大量にレビューしていきました。ヴィセっていうとね皆さんもご存知の通り、発売するアイテムが本当にもうバズりまくってめちゃめちゃ大人気になるぐらい本当に優秀な商品が多いブランドなので、ちょっとプチプラで質のいいコスメ欲しいなって思ってる方はぜひチェックしてみていただけると嬉しいです。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。